はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はこちら、オープンベータが開催されているトム・クランシーズ・レインボー・シックス・シージやっていきたいと思います。このゲームは、サーチ&デストロイに特化した FPS といったゲームで、攻撃側と防衛側、今防衛側になった、に分かれて、物の防衛と、もしくは攻撃、爆破を行うと、そういった感じかな。防衛側はじゃあ MP7 使っていこうかな。で、まあ、本当に至ってルールはシンプルなんですけど、そこに監視カメラがあったり、トラップがあったり、バリケードがあったり、もしくはジャマーがあったり、その辺が結構凝ってる感じで、分隊行動して作戦を遂行していくみたいな映画さながらのゲーム。さあ、まずは防衛だ。防衛は負けるわけにはいかない。これを守る。こんなものを置いて、あとは、ここバリケード張れたっけな。張れるね。ちょっとこの張れる判定がちょっと難しい。バリケード張っちゃおうね。待って、偵察機動いてる。最初の40秒間だけ敵が偵察機を動かしてくるので、破壊できるなら破壊しちゃおう。だけどこれが撃ちにくい。非常に撃ちにくい。わした。ロード。さあ、監視カメラ見てみようかな。こんな風に監視カメラでね、外の敵の索敵ができるんですが、外は一瞬で壊されます。きっと向こうから敵が攻めてきてるな。一人が上に上がった。一人ラベリング。4人。さあ、スポットはできるならどんどんスポットしていこう。もう一人発見。スポットしてるだけでポイントがどんどん溜まっていきます。おっと、珍しく彼らは監視カメラに気づいていない。左いた。味方がやられた。さあ、監視カメラタイムはこの辺にして、これ立てとこう。ちょっと割れてるな。いる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 。あれ、今の味方だった。後ろに敵いるで。敵かこれ。下に来たらパンと撃とう。レーザーサイトが光った。いない。上を爆破した。ただ一人やった。一人やった。もう一人いるな。よし、まだいる。監視カメラ。ああ、緊張する。大丈夫か。B は諦めたのかな。残り1分半。いない。お、これはやられたのか。2対2。向こうかってことは。なんですと、一人になってしまった。おっ、あー、やられた。ちくそう、防衛側が負けてしまった。よくわかったな。あれ、敵の一人が抜けた。まあ、ともかく、3ラウンド選手なので、まだ盛り返せる。あれ？ 5 対 3？ さあ、攻撃側は、まずこの偵察機で、偵察機と呼んでいいのかな？偵察機で偵察に向かう。敵3人しかいないんだけど、こういうゲームで途中抜けされたらちょっと、
フェアじゃないんだけどな。あれ、しかも同時打ちするじゃない。なぜなぜこのゲームは同時打ちができます。なので敵一体どうしたんだ、実は敵の中に味方の裏切り者がいたと。え勝った。これはね、戦わずして勝つというね、計画的作戦行動なんでしょう。これがね、キルカムですらない。こんなんで大丈夫か。さあ、続いて防衛。二人しかいないんだけど、敵。ちょっと、MP7 使おう。まあ、俺、途中参加もできるんだけど、入ってくるかな、誰か。まあ、ともかくこれで、1対1。5対2、5対3、5対4、5対5、お、揃った。さあ、防衛側。攻撃側全然できなかったな。とりあえずガシャポン、こっちもガシャポンしとこう。ここちょっと仕掛けておいて、こっちガシャポンしよう。10 seconds remaining。お、どんどん仕掛けてるね。で、僕はここにシールド設置。さあ、監視カメラ。どこだろう。ん、いない。あ、見えた。右の端っこにいるね。奥にちょっと見える。あ、ラベリングして、2人いる。何ですと。もう来てる、こっちまで。味方がやられた。侵入するなら侵入してこい。ラベリングの音がする。味方、まずい。よし、うまい。どうした。あ、まだラベリングの音がする。危ない。あ、ラベリングの音する。ちょっと今監視カメラ開いたら死にそうだな。足音聞いてみよう。聞こえない。一人スポット。誰か壁歩いてるな。おっと、来るか、来ないか。いない。おっと、絶対これいる。こっちにいる。破壊。ちょっとこれ拾って、ここに。あ、ここ移動できない。ちょっと待って。
を監視しよう。よし、勝った。ナイスナイス。あれ、僕の映像見せられてもな、ただの芋なんだよな。あ、ちょっと一時は5対2とかになるところだったけど、さあ大手、こっちチームが大手、次はアタック、どれ使うかな。 L85 使うか。さあ攻撃フェーズ、ちょっとさっき敵の一人が裏切ってとんでもないことになっちゃったから、ちゃんと攻撃側も楽しみたい。まずはね、敵のその目標物をね、おっとありました。二人いるね、後ろだよ、後ろだよ。全然気づいてない。あ、失礼しました、ごめんなさい。ちょっとカメラここに待機させておこう。アクションフェーズ。あれ、今度は我々のチームに裏切る者が。やめてくれよ。さっきカメラを、そうだ、ここにトラップ置いたが、うん、いる。いる。ガン待ちしてる。あれだけど全然これを壊そうとしない。なぜ、あれ、なぜ、全然壊そうとしない。なぜ、壊された。ちょっと壊しすぎた、ちょっとやりすぎたな。さあちょっと、ああ、そっちは行っちゃあかんよ。おしおい、一人やられた。地下にいるんだな。緊張する、ちょっと待てよ。一旦上までラベリングして、一人やった、ナイス。でこうやって、はいはい、ここ誰もいない、突入。この人が爆弾を持ってる。ああ、味方がやられた。大丈夫？ You have dropped the diffuser. 爆弾落とした。The diffuser is now secured. どうした？ああ、一人になった。あ、衝突はしない。あれ、監視カメラだ。あれ、壊れてんのか。もうこうなったらね、もうアグレッシブに行くしかないわ。一人やった。You must the
seconds. The diffuser has been secured. 10 seconds left. 5 seconds. Ah! Eliminated all friendly. やられた。そこにいたか。トラップ仕掛けてあったからボム A にいるのかと思った。ちくしょう。同点か。アタックなのか。これ使ってこう、このまま。そう、同士打ちはやめてくれ、味方。もったいないぞ。さあ、これが正真正銘最後。まずは偵察。上行ってみるかな。この階に入ってみよう。ね、マネキンがちょっと紛らわしいな。下がボム A を発見。こっち敵兵を発見。あれ、ただのカガシですな。あれ、ただのカガシですな。あれ、カガシだったぞ本当に。今のはゲー、地下にあるのね。あれ、なぜ彼、あ、動いた。彼がついに動いた。で、一回外出よう。外に出たい。ここ出れる。降りて、味方の一人がピンチ。しかも爆弾持ち。大丈夫か。やられた。落としてしまったか。ん、ここいない誰も。そこにいるのか。バレてない。 OK、 そこ侵入しよう。予想外すぎた。後ろにいた。負けた。ってことは、あー、負けてしまった。というわけでちょっと惜しかったんですが、レインボーシックスシージとはこういう緊張感あふれる作戦行動を行えるゲームであると。というわけで、今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。